ブラガンサは、ポルトガル北東部の都市で、トラソオスモンテス地方のブラガンサ県の県と、自治体人口は34,774人、総面積は1,173.6平方キロメートル。サボル川支流、クレブラ山地の南に位置する。ポルトから255キロ、リスボンから515キロ、スペイン国境から22キロ離れている。近隣自治体は、 南東の微妙ぞ。南西はマセドでカバレエロス、西部はビニアイス。市内には小規模空港がある。ブラガンサの気候は海岸から遠いことと標高の高さに影響される。スペインのメセタやヨーロッパ他諸国の海から遠い内陸地域と似て長く厳しい冬と短く暑い夏が特徴である。冬季の雪は珍しくなく数ヶ月積雪が残る。 1>, 1月の最高気温は摂氏6度前後、8月の最高気温は摂氏28度前後である。1月の最低気温は氷点下になることもある。5月にも雪が降ることで知られる。年間総降水量は743ミリ。2005年度はポルトガル全土が極端な乾燥に悩まされ、ブラガンサは水源の枯渇と森林火災の多発に苦しんだ。 下町城からの眺め古代は、ケルト人の都市で、ケルト神話の女神にちなむブリガンティアというのであった。後にラテン風のブラガンサに改められた。歴史的に死は、1640年から1910年まで、ポルトガル王、1822年から1889年まで、ブラジル皇帝を出した、ブラガンサ家の本拠地であった。領主時代のブラガンサ家の城は、 現在上司となっている。また、ブラガンサは、歴史的な剣、トラスオスモンテス剣の剣とであった時代がある。12世紀に建てられたポルトガルサイコで最大の、町庁舎、ドムスムニシパリス、ルネサンス期の聖堂がある。球場壁は、保存状態が良く、川と原子街を見下ろしている。科学技術研究所、インスティクトポリテークニコでブラガンサがある。 地域ではオリーブ油、穀物、栗、家畜の生産が盛ん。近年、農業は村の後輩と高齢化に悩んでいる。子供が少ないため多くの村で定員を満たせない、学校が増え、廃校が増えている。ありがとうございます。